エミール・デュルケーム、エミール・デュルケーム、ミル・デュルケーム、1858年4月15日から1917年11月15日は、フランスの社会学者、デュールケム、デュルケームなどと表記されることもある。オーギスト・コント語に登場した代表的な、総合社会学の提唱者であり、その学問的立場は、方法論的集団主義と呼ばれる。また社会学のほか教育学、 哲学などの分野でも活躍した。デュルケームはフランスのロレーヌ地方のエッピナルで大々経験な信仰を保持したフランス系ユダヤ人の家系に誕生している。父親と祖父はラビであった。また彼の教え子と友人の多くはユダヤ人であり、血縁者であった。しかし彼自身は世俗的な人生を送っている。事実、彼の業績の多くは 宗教現象が天与の要素よりはむしろ社会的なそれに起因していることを実証したものであった。彼はパリの高等師範学校で学んだ後、リセで哲学の教授を務めた。1886年にはドイツに留学し、実証的社会科学の方法を学んだとされる。翌年の1887年にはフランスに帰り、アルフレッド・エスピナスに招かれ、 ボルドー大学の職に就くとともに、ルイーズ・ドレフェスと結婚する。このボルドー時代に、諸女作、社会分業論や、代表作、自殺論が執筆された。これらの研究成果により、彼の名声は、次第に高まることとなった。1902年、デュルケームは、フェルディナン・ビューソンの後任として、ソルボンヌ大学の教育科学講座に転じた。以降、 デュルケームの研究には、教育をテーマとしたものが多くなり、教育と社会学や、道徳教育論などの論文を執筆するに至る。また、他方で、彼の宗教研究も続けられており、宗教生活の原初形態も執筆された。これらの研究成果は、後に教育社会学及び、宗教社会学として成立することとなる。1914年、 第一次世界大戦が勃発し、その直前に、デュルケームの高等師範学校時代の旧友、ジャンジョレスは、右翼テロの犠牲となり、またデュルケームは、息子、アンドレを戦争で失った。これらの出来事は、日頃の多忙な生活を続けるデュルケームの心身に、大きな打撃を与えることとなり、1917年5月には、ソルボンヌの講義を中止し、生意をすることになる。 しかしその後、彼は、元の職務に復帰することはなく、同年11月に死去。デュルケームは当時としては斬新な独自の視点から、社会現象を分析し、経験科学としての社会学の立場を鮮明に、打ち出した人物である。実証主義の科学として、オーギュスト・コントによって創始された、社会学が未だに学問として確立されていない状況を見た、デュルケームは、 他の学問にはない独自の対象を扱う独立した科学として地位を築くために尽力した。彼は社会分業論において社会学を道徳科学と位置づけ、諸個人の統合を促す社会的要因としての道徳の役割を解明することであると考えた。そしてその後、社会学的方法の基準において社会学の分析対象は 社会的事実であることを明示し、同時代の心理学的社会学の立場をとっていた、ガブリエル・タルドを強く批判した。デュル・ケームが社会学独自の対象とした、社会的事実とは、個人の外にあって、個人の行動や考え方を拘束する、集団あるいは、全体社会に共有された行動、思考の様式のことであり、集合表彰とも呼ばれている。つまり、 人間の行動や思考は個人を超越した集団や社会のしきたり、慣習などによって支配されるということである。彼は個人の意識が社会を動かしているのではなく、個人の意識を源としながら、それとは全く独立した社会の意識が諸個人を束縛し続けているのだと主張し、個人の意識を扱う心理学的な視点から社会現象を分析することはできないとして、 タルドの心理学的社会学の立場を批判した。彼の理論は20世紀初頭に活躍した多くの社会学者、民族学者、人類学者などに多大な影響を与えた。また、フランスにおいて初めて社会学の機関紙として、エル・アニー・ソシャロジェケイを創刊し、この機関紙の執筆者や協力者たちによって、デュルケーム学派という研究グループが形成された。 この学派は彼の死後マルセル・モースが中心となり、フランスにおける有力な社会学派へと成長するに至っている。19世紀後半に欧州の自殺率の急上昇が話題になる中、デュル・ケームが39歳の1897年に交換された自殺論には社会学研究というサブタイトルがあり、先日の社会的事実を 客観的かつ実証的に分析し、その実態を具体的な事例によって明らかにしようとしたデュルケームの意欲策である。当時のヨーロッパ各国での自殺率が短期間ではほぼ一定値を示した統計資料などから各社会は一定の社会自殺率を持っているとし、社会の特徴によって自殺がどのように異なるかを明らかにしようとした。デュルケームはこの研究において、 自殺を個々の人間の心理から説明するのではなく、社会的要因から4つに類型化している。交換の2年前に、著書、社会学的方法の基準においてでュうゲームは、社会的事実の決定要因は、個人の意識ではなく先行した社会的事実に求めねばならないという説明の向準を立てており、その適用を本書で試みている。なお、 デュルケーム研究者のアンソニー・ギデンズは、論文、自殺の理論の中で、本書は膨大な数に上る自殺未遂の問題を無視してしまったと批評している。アノミーは、社会秩序が乱れ、混乱した状態にあることを指す、アノモスを語源とし、宗教学において使用されていたが、デュルケームが初めて社会学にこの言葉を用いたとにより、一般化した。 デュルケームはこれを近代社会の病理とみなした。社会の規制や規則が緩んだ状態においては、個人が必ずしも自由になるとは限らず、かえって不安定な状況に陥ることを指す。規制や規則が緩むことは、必ずしも社会にとって良いことではないと言える。デュルケーム晩年の作、ソルボンヌ大学に就任後、宗教に依拠しない、道徳教育の実践を目指した。 道徳性の諸要素を社会学的分析により明らかにした後、学校教育における実践方法について述べている。なお、実践方法に関わって対話の問題や教科教育の果たす役割についても述べている。なお、日本語訳版では道徳性の諸要素については道徳教育論1、教育実践方法については道徳教育論2として収録されている。 このうち最後の医師の自立性については後半の教育実践のところでは十分に触れられていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。